略肩ギヌは、新種大屋派の門徒が、仏前における礼装として首から下げて着用する、宝具である。市販品は、宗門である、抱えぼ担門の刺繍が施されている。寄形式を受け式する者は、外交後関門の刺繍が施された、略肩ギヌが、元山より授与される。寄形式は、その略肩ギヌを肩にかけ、受式する。門徒式章は、 浄土新州本願寺派で用いられる、同様の法具である。宗門である、下り藤門が、刺繍が施される。逆仇の外観は、畳げさに似ている。以前は、肩のを用いていたが、大きく、持ち運びに不便なため、簡略化され、認められた。簡略化されたことにより、課長のみならず男女問わずに用いることが可能となる。 子供用の、略肩絹もある。略肩絹を持ち運ぶときは、年寿と同様に、カバンなどに直に入れず、餌袋などに収めて持ち運ぶ、こと。略肩絹を外して一時的に置く際は、畳の上など人が歩く場所に直に置かない。寺院などでは、カバンの上や餌袋の上に置き、自宅のおうち仏では、強軸などの上に置くこと。トイレに行く際も年寿も、 同様に、略肩絹を付けたままいかないこと。略肩絹には3箇所に門が入る。抱えボタン門、外交五関門、下り藤門のいずれも上下がある。そのため肩にかける際には、首の後ろ側に来る門が逆さまにならないように注意が必要である。ありがとうございます。